未来予想2045へようこそ。知的好奇心を刺激する科学の最先端、テクノロジーの奇跡、未知の謎を紐解くように解き明かし、知識の扉をこじ開けます。今回は技術の進化する未来について考えてみます。科学技術の進展により我々の生活は劇的に変化してきました。その技術の発達はナノテクノロジーなどのミクロの世界にまで及び、我々がかつて夢見ていたような未来が現実のものとなっています。しかしその技術の進展は単に生活の利便性を向上させるだけでなく、人間の認識や社会の構造にも深い影響を与えることがあります。特に技術を自己の能力と錯覚することで生じる問題は争いの原因となり得るのです。本校では技術による大きな力を手に入れたことで生じる思い込みと、それが争いや戦争へと発展するメカニズムについて考察します。技術と自己認識の変化。技術の小型化と個人への影響。技術の進展により私たちは日常的に高度な技術を手元に持つことができるようになりました。スマートフォンやウェアラブルデバイスなどの小型化された技術は、かつては大規模な装置や研究施設でしか実現できなかった機能を個人のレベルで利用可能にしています。これにより個々人が情報にアクセスし、コミュニケーションを取り、さらには健康管理や学習などの多岐にわたる分野で自律的に行動できるようになりました。自己効力感の増大と錯覚。これらの技術を利用することで、個人はかつてないほどの自己効力感を得ることができます。自己効力感とは、自分自身が特定の目標を達成する能力があるという感覚です。例えばスマートフォンを使えば瞬時に情報を検索でき、 GPS を利用してどこにでも行ける気がします。このような感覚は非常に心地よく、自分自身の能力が向上したかのように感じることができます。しかしこれらの技術が実際には外部の技術インフラやサービスに依存していることを忘れがちです。このため技術の利用に慣れ親しむことで、その技術を自分自身の能力と錯覚し、自分が持つ本来の能力を過信するようになる危険性があります。技術の錯覚と社会への影響。自己中心的な行動の増加。技術による自己効力感の増大は個人の行動にも影響を与えます。例えばソーシャルメディアの普及により、誰もが情報を発信できるようになり、自分の意見が広く認知されることを期待するようになります。この結果、自分の意見や価値観が絶対的に正しいと思い込む傾向が強まり、他者との意見の対立が深まることがあります。集団の分局化と対立。また技術の進展により情報の取得やコミュニケーションの方法が多様化する一方で、自分と同じ意見や価値観を持つ人々とだけつながることが容易になりました。これにより異なる意見や価値観に触れる機会が減少し、社会全体が分局化する傾向があります。このような状況では対立が激化し、争いが生じやすくなります。技術の誤用と戦争への発展。軍事技術の発展と使用。技術の進展は軍事分野にも大きな影響を与えています。例えばドローン技術やサイバー兵器など、従来の戦争手段とは異なる新たな技術が登場しています。これらの技術は従来の戦争と比べて人的被害を減少させる可能性がある一方で、技術の誤用や暴走が引き起こすリスクも増大しています。
技術による抑止力と紛争の誘発。さらに技術の進展によって生じる抑止力もまた紛争の誘発につながる可能性があります。各国が先端技術を競い合い軍事的優位を確保しようとする過程で技術開発競争が激化します。この結果技術力の差が大きくなり力を誇示しようとする行動が増えることで緊張が高まり紛争が発生しやすくなるのです。まとめ。科学技術の発展は我々の生活を豊かにする一方で技術を自分自身の能力と錯覚することによる問題もはらんでいます。自己効力感の増大や社会の分極化、さらには軍事技術の誤用など技術の進展が引き起こすリスクは無視できません。これらの問題を解決するためには技術の利用に際してその限界を認識し倫理的な視点からの慎重な運用が求められます。また異なる意見や価値観を尊重し対話を通じて相互理解を深めることが重要です。技術の進展が真に人類の平和と繁栄に寄与するためには技術と人間の関係を見つめ直しより良い社会を築くための努力が不可欠です。未来予想2045、未知の扉を閉じる時間ですが、新たな洞察と知識を手に入れ、未来の可能性を感じましたね。ぜひ、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。また、コメント欄へいろいろなご意見をお聞かせください。あなたの考えも、将来の科学者のインスピレーションをかきたてるかもしれません。興奮と感動を共有できて嬉しいです。次回の動画もお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。